偉大なる過去を背景に持っている国民は勢いのある親分を控えた個人と同じことで何かにつけて心丈夫である。ある時はこの自覚のために凶慢の念を起こして、 当面のつともを怠ったり未来の刑を忘れて、落ち着いている割に育児がなくなる恐れはあるが、成り上がり者の一生懸命に奮闘するときのように、悪せくとこせつく必要なくを幼児弱と囚人監視の裏に立って世に処することのできるのは全く祖先が骨を折っておいてくれた結果と言わなければならない。 世は日本人として、神武天皇以来の日本人が、いかなる事業を我が歴史上に発展せるかの大問題を、過去に控えて生息するものである。もとより世一人の仕事は、世一人の仕事に違いないのだから、世一人の意思で成就もし破壊もするつもりではあるが、世の過去、もっと大きく言えば、我が祖先が世の生まれぬ前に残していってくれた過去が、世の仕事の幾分文化をすでに世の生まれた時に限定してしまったような心持ちがする。 自分は自分のすることについてあくまでも責任を横領権ではあるが、自分をしてこの責任を負わしむる者は自己以外には遠い背景が控えているからだろうと思う。そう考えながら新しい目で日本の過去を振り返ってみると、少し心細いようなところがある。 一国の歴史は人間の歴史で、人間の歴史はあらゆる能力の活動を含んでいるのだから政治に軍事に宗教に経済に各方面にわたって一望したらどういう頼もしい解雇ができないとも限るまいが、特に世に密接の関係ある部門、すなわち文学だけで言うと、ほとんど過去から得るインスピエーションの乏しきに苦しむというありさまである。 人は、源氏物語で近松屋再覚を挙げて我らの過去を飾るに足る天才の発揮と認めるかもしれないが、世には到底そんなうぬぼれは起こせない。世が現在の頭を支配し余りが将来の仕事に影響するものは残念ながら、我が祖先のもたらした過去でなくって、かえって異人種の海の向こうから持ってきてくれた思想である。 一日余りは世の書斎に座って、四方に並べてある書棚を見渡して、その中に詰まっている金文字の名前がことごとく西洋語であるのに気がついて驚いたことがある。今まではこの五歳のまばゆう字に身を置いて少しは得意であったが、気がついてみると、これらは未来国産の思想を青く閉じたり赤く閉じたりしたもののみである。単に所有という点から言えば、いささか富という念も起こるが、それは親の遺産を受け継いだ富ではなくって、 他人の家に養子に行って知らぬものから得た財産である。自分に利用するのは養子の権利かもしれないが、こんなもののお金をこむるのは一人前の男としては気が利かなすぎると思うと、有り余る本を司法に積みながら非常に育児のない心持ちがした。東洋美術図は世にこういう料権の起こった当時に出版されたものである。 これは友人滝君が京都大学で本邦美術史の講演を委託された際、聴衆に説明の必要があって、建築、彫刻、絵画の三門にわたって古来から保存された実物を写真にしたものであるから、一枚一枚に見ていくと、この方面において、我が日本人がいかなる過去を我々のためにこさえておいてくれたかがよくわかる。世のごとき財力の乏しいものには参考としては,なはだ重宝な出版である。 文学において悲観した世はこの図譜を得たために多少心細い気分を取り直した。図譜中にある建築彫刻会が著共にあるものは公平に表したらくだらないだろうと思う。あるものは源氏物語や近松や再格以下かもしれない。しかしその優れたものになると決して文学程度のものとは言えない。我々日本の祖先が我々の背景として作ってくれたと言って恥ずかしくないものがだいぶある。 西洋の物好きがしきりに日本の美術を云々する。しかしこれは千人のうちの一人で、あくまでも物好きの説だと心得て聞かなければならない。大体の上から言うと、そういう物好きもやはり西洋の方が日本より偉いと思っているのだろう。よも残念ながらそう考える。もし日本に文学なり美術なりができるとすればこれからである。 が、過去において日本人がすでにこれだけの仕事をしておいてくれたという自覚は、未来の発展に少なからぬ感化を与えるに違いない。だから世は喜んで、東洋美術図譜、お読者に紹介する。このうちから東洋にのみあって、西洋の美術には見出し、うべからざる特徴を監督することができるならば、たとえその特徴が全体にわたらざる一種の風知にせよ、監督し得ただけそれだけその人の過去を偉大ならしむるわけである。 したがってその人の将来をそれだけインスパイアするわけである。明治43-15東京朝新聞